はい。じゃあ続きをやっていきまーす。アキアさん、ニコメさん、シラヌイさん、いらっしゃい。これがどこに通じてるかだよね。分かってないからね。お、初めてのところだ。はい、どうもこんばんは、ななこめさん。初めてのところじゃない。知ってる場所だった。I'm so close. I need to decipher this. In the meantime, why don't you find out what that large gate? メッサッシャの元に通じる道を探せ。Answer must be somewhere in this tower. なんか、あいつか。2発撃てる魔力が欲しい。え、アキアさんありがとう。あら、珍しく、ありがとう。もうこっち、秋江さんありがとう。なんか気持ち悪いけど大丈夫？気持ち悪いけど大丈夫かな？うん、あれめんどくさい。魔法もう一発撃てた方がいいんかな。まあまあいいか。15個目さん入れさん。はい。こんばんは。これさっきの反対側ですね。鳥を出して近くにいるとちょっとずつ回復するので、ちょっとだけ回復させました。ひどいな。よいしょ。え、アンキーさん、ありがとう。とし、ママ、うわーって言ってこと。どうした？気持ち悪いぞ。後ろから攻撃してくる。あ、また魔法野郎だ。死ね。
20のアナコメさん、ヤイさん。カマンベールチーズとか、塩辛みたいな声。ありがとう。どういうこと？あ、そういえばあっちの道がなんか開かなくて行けなかったんだけど、もう開いたとかかな。こっちはなんだ？わっわっわわ、いや、バカつー。32個目さんいらっしゃい。そしてカラスが鳴いてるから成敗。あ、なんかある。Mighty Antennas, there must be something that has been keeping people from finding a way inside the hand of fallen Adir for so long.落ちたる神は、この部屋を訪れた人々の記録にすべて共通点があります。何かに大きな衝撃を受けた。なんかね、文字もね、小さすぎて、見えないんですよね。文字も小さいよね。見づらくて。一つ仕掛け動かしたからだと思うけど、これが下がったみたいだね。ってことは、どっか行けるようになった可能性があるってことだね。あっち行ったりこっち行ったりしなきゃいけないけど。テレビ。仲間さん、ギアさんも。テレビね。どうだろうね。あ、やべ、危ない。あれ触ったら、これ触ったら死ぬ。一撃死だよ。雷の状態の時に、触ったら一撃死だから。危ない。あった。死んだっぽい。あ、扉開いてる。さっきも、ね、開いてなかったのに。開いたわ。あー、あれはもう今やってないね。ヒーライさんはやってないけど、あれはね、課金ゲーだからやってない。時間がないとちょっと無理だね。あいった。絶対当たるよね、あの自爆。これジャンプで行きたいのだが、いけた。爆発する。ドロップ武器はわかんない。今まで落としたことはないね。バグってて爆発音ずーっと止まらないんで。
開かないさ。なんだよ。どこ行けばいいんだろう。いやもう分かんないんだけど場所が。場所どこ行けばいいか分からない。迷子だね。完全に迷子。いや、勘を信じろって言ってもね。行ける場所ないよ。やっこう落ちた死ぬ系でしょ。だよね、落ちたら死ぬ系だし。全然わかんない。場所がわかんない。なくてもわかるでしょ。 I'm so close. I need to decipher this. In the meantime, why don't you find out what that large gate is about? The answer must be somewhere in this tower.魔法でしか倒せないのがすごいめんどくさいね。これで5個目さえいらっしゃい。あとほっといたら死ぬね。ミッキー猫さんいらっしゃい。道がわからなすぎるんだよ。わわ
多分ね、さっきのやつが作り出したんだと思うよ。わ。これは何、これぐるって回ってくるだけ。やばい、全然意味が分かんない。なんかいる。うわ、結構強い。最後爆発する。こう落としたでしょ。目標見れないね。ねえ。いや、全然わかんないね。何もないよね。仕掛けも動かしてるし。これ以上何もない。帰るしかない。不親切にも程があるよね。そうだ。じゃあ外に一回出てみる。こん中に入るとかじゃないでしょ。まさかね。これチャンピオンと戦ったとこで。これ行ったことあったよね、これ。これ入ったことあったよね。親切なことあったけどなよ。チャンピオン
先輩。ちょっとね、行く場所がわからなすぎて心折れそうだよ。レバー？なんだレバー？てっぺんではレバー引いてよ。うん、多分後半だと思う。後半ではあると思うよ。レーバー引いたよね。お、なんか、あ、これ違うわ。これ最初の方のとこ来たね。そういえばここの宝箱開かなかったんだよね。あ、開くようになった。イエーイ。やったー。探検とか使わない？年上の苦酸っぱい運慶飲み押した遺産79組さんいらっしゃい。あと使ってない鍵が、4つある。4つありますね。あと頭蓋骨開ける人がいなくなっちゃってどこにいるかわからない。瞳に潤いさん入れさん、久しぶりな気がする。あー、ここか。全然違うところに来ちゃった。青い紋章魔法で壊せる。何それ。あっ、あ、どこ。あ、いた。移動してたんだ。どうも、頭蓋骨持ってきてあげてよ。はい。あれ、頭ある？ I have some right here. Take them. いくつかある。うれ many skull! 嬉しいよ。クラーク、頭落としい。クラーク、やっぱ頭おかしいよね。クラーク、クラーク、おじそっくりじゃないわ。ロバーの王と年、おいしが強いよ。99組さんやさい。クルーク、ラック、頭もっとおじい。似てないわ。一覧さん、イレンさん、
ちょっと ポーションをさらにハイポーションにしてくるかも。ここまで来たついでに、いいところにはあったよ。ついでにちょっとポーションをハイポーションにしてくるか。さらに、戻れね、よいしょ。はい、115個目さえ、さえ、よし、行こうぜ。え、これスマホじゃない、これなんだっけ、プレイステ4だよね。えハイポーションにしてくるか。なんかのフラグを立っててなさすぎなのかな。128組さえ、さ、何本切り落とした、何の何を、でもやりづらくない。でも ES6 は美味しい。スマホでやったよ、ES6。 まあ楽しかったと思うよ。もう忘れちゃったけど、どんな感じやったか。そうそうそう、プレイステ4だよこれ。この扉を上げて階段上がってるよ。こっちじゃないの、行こうとしてたとか。最初全然サクサクじゃなかったよ。レベル上がったからじゃない？私はゾンビ？ゾンビじゃないよ。天使だよ。
偽りの部屋。わかんない、偽りの部屋は。ちょっと待って、とりあえず、一回研究所に行ってみる。おじさん、これね、下だっけ。もう一段下降りれなかったんだっけ、ここ。あれ？違うか、ここじゃない。ここじゃなさそうだな。待ってね、今ちょっと待って。面白いよ。まあまあ。だけど迷ってる。ここ開かないんだね。いつ開くんだろう。買うべきとかはないけど。やっても、とても楽しい。あの、おじいちゃんの、あれ、あの、研究室ってどこだっけ？片腕の人は、そうそうそう、片腕の人を探してる。じゃなかったんだっけ。あれ違うのかな。違いそう。最初のとこかな。More hearts. Yes, I have them. Great. I will extract the essence of these. I think that's the best we can do without causing any side effects. これが精一杯です。このポーションが役に立つことを祈ってます。やったー。一番強化したって
ポーション。There's much I need to understand. Please, leave me.ちょっと一人にしてください。理解しなければいけないことがあまりに多い。メガポーション来たね。で、ここ鍵をもらったから開くはず。あ、違う、ここじゃないんか。どっから来たんだっけ。こっから来たんだっけ。違うけど、ちょっともう眠くなってきたから終わりたいので、ちょっとセーブポイントに急ぎまーす。あとはもう眠いから見るよ。誰かの放送でも。もう眠すぎてダメだ。罪あるでしょ。はい、ということで、お疲れ様でした。またよかったら遊びに来てください。お相手は、トッシーでした。バイバーイ。Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. It's Achi-san, Komisai-san.